お荷物は会社に来るな。働けない人材はここでは無価値同然なのだろう。出勤中に車に轢かれそうになっていた女性を助けたはいいものの、俺は左腕に障害が残ってしまい、今まで通りのパフォーマンスで仕事ができなくなってしまった。そのため上司から左遷宣告を受けてしまったのだ。俺が何をしたかなど、確かに上司にとっては関係のないもの。でも俺はどこか認めてもらいたい、そんな気持ちがあったんだ。そしてこの時の俺はまだ知らなかった。この左遷が俺の人生を大きく変えることになるなんて。俺の名前はサミダレはじめ。サミダレという名前だけど、全く雨が好きじゃない。雨が降るというだけで普通に憂鬱になるくらいだ。名前のことは別にどうでもいいこととして、俺は出版社で働いている。そこそこの大学をそこそこの成績で卒業し、そこそこの出版社に入社することができた。なぜ出版社を選んだのか。それは俺が漫画が好きだということがかなりのウェイトを占めていると言っていいだろう。サミダレ、またお前漫画描いてんの？ああ、大学は俺にとって漫画を描くための場所だからな。お前講義とか全く聞いてないんじゃないの？聞いてないんじゃない、聞く気がないんだよ。でもお前単位とか全く落としてないよな、どうやってんだ？そうな、でもなんとなくいけてるんだ。講義中に漫画しか書いてないのに、要領のいいやつだよな。別に自分で要領がいいとは思ってないけどな、漫画のことしか考えてないんだから。世間ではそういうのを一般的に要領がいいやつって言うんだよ。まあそんなことどうでもいいよ、漫画が描ければ。でもお前漫画いろいろなとこ応募してるけど、今のところどこにも引っかかってないよな。それは認める。でもな、俺はこれからさらに画力も上げるし、ストーリーテリングも上手くなる一方だからな、見てろよ。俺は大学の食堂で1時間前に買った半分以上残ったカツサンドを口に入れながら一息ついた。相川は肩肘を机の上について手のひらに顎を乗っけて食堂の窓の外を見ている。俺はそっちの方を見てみたが、特に目ぼしいものはない。お前就職はどうするんだ？一時停止していた動画がいきなり再開されたように、ぽつりと相川はつぶやいた。俺は手元の自分の書いていた漫画に視線を移した。さすがにどっかに就職はすると思う。俺はまだ何の実績もないんでね。そうだよな、さすがに食いっぱぐれたら漫画も何もないだろうしな。そうそう、俺もそこまでバカじゃない。でも絶対漫画家にはなるけどな。就職先は候補あるのか？正直別にこだわりとかないけど、漫画に関わりがあるといえば出版社か。なるほどね、一応漫画しか考えてない漫画バカではないか。さすがにな。そういうわけで今俺は出版社で働きながら漫画を描いている。仕事で疲れた体で漫画を描くというのはなかなかタフだ。だが俺の漫画愛は体が疲れただので衰えることはなかった。いつかは絶対漫画家で日の目を見て、漫画家一本で生活するという夢を絶対叶えてみせる。そう思いながら生きてきた。いつも通り出版社に出勤するために朝の7時に家を出て駅へ向かっていた。歩いて15分ほどに最寄りの駅があって、電車に乗って10分ほどで出版社がある駅に着く。そこから歩いて5分ほどで出版社に到着だ。そこまで近くもないが、遠すぎるほどでもない距離。正直車通勤したいと思っていたが、実はあまり俺は車の運転がうまくない。事故って手を怪我したら大変なことになる。考えすぎかもしれないが、俺にとって漫画を描けなくなるという事態が何より最悪の事態だ。世界の終わりと言ってもいい。そういうわけでいつも電車で出版社に向かう。結構強めな雨が降っていて、起きて窓の外を見た時から少々憂鬱だった。
傘を差したってどこかしら濡れるということから逃れられない。雨が嫌いなのはそのことが大部分を占める。家の中にいて雨が窓を叩く音は割と心地よくて好きなのだが、傘差していくのは本当にうざったいなぁ。そう思い、雨が傘を弾く音を聞きながら、まだ完全に目が覚めていない状態で駅へ向かっていた。歩いていると、鮮やかな赤い傘を差した女性が信号待ちをしているのに気づいた。傘を下目に持っているのか、傘のへりで顔は見えない。雨の日の赤は気分を上げてくれる気分がした。その女性は俺から見て左側の信号を待っていた。二車線の狭い道路を多くの車が走っている。通勤時間帯はやはり車の通りは激しい。アスファルトの道路をしぶきを上げながら結構なスピードでビュンビュン走っていく。俺も赤い傘の女性と同じ方向の信号へたどり着き、信号が変わるのを待つ。ふと右を見ると、大型トラックが走ってくるのが見えた。狭い道路を占領するようなほどの大きさで、こんな大型トラックがここ走っていいのか?と疑問を抱いてしまうほどの大きさだ。もしかしたら、ショートカットするために本当はダメなところを無理やり走っているのでは?近づいてくる大型トラックは歩道に時たまはみ出しながら進んできている。これは道路側ギリギリで待っている赤い傘の女性がやばい。声をかけるだけでは間に合わない。そう思って俺は傘を放り投げると体を投げ出し、女性を左手で歩道側に思いっきり引き寄せた。途端にまるで落雷したような痛みが左手に走った。俺と赤い傘の女性は折り重なるように一緒に吹き飛ばされ、それ以降俺の意識はブラックアウトした。俺は気づくと病院のベッドの上に横たわっていた。起き上がろうとすると頭に軽い痛みがあった。そして左手にはギプスがつけられている。一体どういうことだ?俺は全く記憶が思い出せず、なぜこういう状態になっているのかわからず混乱した。一体どういうことなんだ?なんで俺は病院にいるんだ?なんで左手を怪我しているんだ?俺はあまりの混乱に上半身を起こしたまま、そのまま固まってしまった。どのくらいそのままでいたのかわからないが、看護師が俺に気づき、いろいろ状況を説明してくれる。おととい、病院に運び込まれて、そのままずっと寝てましたよ。すみません。全く記憶がないんですけど、なんで俺は病院に運び込まれたんですか?トラックに跳ね飛ばされたんですよ。その弾みで頭を打って意識を失ったみたいですね。確かに、頭が多少ズキズキするし、包帯が巻かれているのには気づきました、さっき。頭の方は問題ありません。MRI で検査しましたが、しばらくしたら大丈夫とのことでした。この左手はどうなってるんですか?ちょっと待ってくださいね。先生を呼んできますので、詳しい話は先生から聞いた方がいいでしょう。その医師が言うには、もしかしたら左手に障害が残り、今まで通りには動かせないかも、ということだった。日常生活にはおそらく問題ないかと思います。だけれども、細かい作業等をする際には苦労するかもしれません。そう告げられた時、俺はただでさえ怪我している頭をハンマーで横殴りされた気分になった。左手に障害が残るだと。それ以降の医師の話は正直頭に入ってこなかった。左手が自由に使えないかもしれない。左手が自由に使えないかもしれない。そのセンテンスがぐるぐると延々に頭の中を回り続け、世界がぐにゃりと曲がって見えた。とりあえず、ギプスが取れたらリハビリを頑張りましょう。そう言って医者は病室を出て行ったが、俺の頭は左手が自由に使えないかもしれない。でパンパンで、
他に何も入ってこなかった。漫画を描けない俺に何の価値があるんだ。何もする気にもなれず、天井を見て虚無って、時間の感覚もなくなっていた。すると、トントンという音が聞こえた気がした。はじめは、それが一体何なのか理解することができなかった。しばらくして、またトントンと控えめな音が聞こえ、やっとそれが病室のドアをノックする音だとわかる。実際の話、誰の顔も見たい気分じゃない。寝たふりをして無視しようとしたが、さらに控えめにトントンと聞こえ、さすがに申し訳なくなってきて、はい、と答えてしまった。すると、記憶にない綺麗な女性が、そろそろとドアを開け、目が合うとペコリとお辞儀をして部屋に入ってきた。具合はどうですか？見ての通りです。すみませんが、どこかでお会いしましたでしょうか？トラックに轢かれそうになったところを。ああ、あなたでしたか。傘で顔は見えなかったもので。この度は本当にありがとうございました。あなたがいなかったら私、もうこの世界にいなかったです。いえいえ、とっさに動いてしまって、反射みたいなものです。お怪我は？おかげさまで、手と足に軽い擦り傷を負っただけで済みました。それは何よりです。本当にありがとうございました。意識を取り戻したって電話が来て、真っ先にお礼をと。いやいや、本当に大したことがなくて何よりです。怪我のお加減はいかがですか？別に大したことないですよ。こんなのすぐに治ります。よかった。何か後遺症とか残ったらどうしようかと思ってたんです、私。天城さんは本当に俺の身を案じているのが話していてわかった。そんな彼女にもしかしたら左手に後遺症が残るかも、なんてことは言えない。しかも、それ以降もとにかく俺に感謝しているとことあるごとに言ってくれた。その後、彼女の両親もやってきて、二人とも涙を流しながら俺に温かい言葉を述べてくれた。海外にいるという天城さんの祖父も、日本に戻ったら直々にお礼がしたいとのことだ。そこまでしてもらったら逆に悪いですよという言葉を遮って、天城さんはいつか祖父とも会ってほしいと言い張った。病室で初めて会話をして以来、天城さんとはかなり波長があった。もしかしたら俺だけがそう思っているだけで、ただの勘違いでは？そう思う人もいるかもしれない。だけど、毎日のように天城さんは病室にお見舞いに来てくれる。もちろん、天城さんをかばって俺が怪我をした負い目があるからという理由は考えられる。でも、俺と話している時に見せる本当に楽しそうな笑顔は、義務的に毎日お見舞いに来ているとは思えなかった。俺の自意識過剰でなければ、天城さんも俺に好意を抱いているはずだ。それが恋愛的なものかはわからないけど、天城さんに初めて病院に出会ってから数日後、そういえばと彼女は切り出した。あの日、事故に遭ったあの日、実は小説を発送しようとしていたの。俺たちは敬語じゃなくてラフなタメ口で話せるほどになっていた。へえ、天城さん小説家になりたいんだ。うん、今までいくつか応募してきたけど全然ダメで。その小説は発送できたの？なんとかギリギリ間に合ったみたい。今回はいけそう？私的にはもうこれ以上出せないってぐらい絞り出して書いたから大丈夫って信じてる。それは楽しみだな。天城さんの小説読んでみたいよ、俺。ちょっと、サミダレさんに読まれるのは恥ずかしいかな。わかる？わかるよ。身近な人に作品を見せるってなんかちょっとって思う人多いって聞いたことある気がする。そうなの。だから友達とかには読ませたことないな。なるほどね。俺の漫画とは違えど、天城さんが小説家というクリエイターを目指しているのは嬉しかった。だからこそ、
会話の波長がこんなにもあって話が弾むのかもしれない。そしてなおさら自分が漫画家志望で左手に障害が残るかもなんてことは言えなかった。小説家志望の天城さんに自分が俺の夢を終わらせたなんてことを思わせたくない。クリエイター志望だからこそ、もし自分がそうなったらと想像した時にひどい罪悪感を感じてしまう可能性がある。そんなこと言えるはずがない。病院にずっといるのは退屈だ。天城さんがお見舞いに来てくれるのは嬉しいけど、天城さんがずっと病室にいるわけでもない。俺はギプスが取れるとすぐにリハビリに励んだ。もちろん医師に言われた障害が残るかもしれないという言葉は頭にずっとこびりついていた。だけどリハビリを頑張れば頑張るほど左手の障害が残る確率が減るということを信じて、俺は全力でリハビリと向き合った。そんな日々を送っている時に、母親がお見舞いついでに液晶タブレットを持ってきてくれた。両親には将来は漫画家になりたいと言ったことはなかった。でも俺が漫画を描きまくっていたのは知っていて、絵が好きだということは分かっていた。絵を描けばリハビリにもなって一石二鳥じゃないの？と気を利かせてくれたのだ。もちろん左手は自分の思った通りに全く動いてくれなくて、全然思い通りに描けなかった。それでも絵を描くということはやっぱり楽しかった。ブレブレの線画しか描けなくとも、だ。俺は本当に絵が好きなんだな、ということを実感したと同時に、もう昔みたいに絵が描けないかもしれない、という思いも湧いた。だけど、今はネガティブなことは考えたくない。絵が描けるというだけでも儲けもんだ。もう二度と描けなかった可能性もあったんだから。そう考えながら毎日液晶タブレットに向かって絵を描き続けた。いつも通りリハビリを終わらせた後、液晶タブレットに絵を描いていた。俺は絵を描くとなると周りが見えなくなる。あまりに集中しすぎて自分の世界に入り込み、現実の世界がすっ飛んでしまうのだ。だから天城さんが俺の病室に入ってきたことにも気づかなかった。サミダレさん！天城さんに肩を揺さぶられて、天城さんが病室に入ってきていることにやっと気づいた。ごめん、何回呼んでも気づかなかったから。こっちこそごめん、絵を描いてると周りが見えなくなっちゃってと言ってしまったところで、俺が絵を描いていることがバレたと気づく。ブレブレの線で描かれたネーム風の戦闘シーンだ。うまくない？いやいや、ブレブレでうまいも下手もないでしょう。私、漫画も好きだからわかるけど相当うまいよ。見ればわかる。まあ、絵を描くのは好きだからね。怪我したのは利き腕だったんだ。運が悪いのは昔からだからな。しょうがないよ。私をかばったばっかりに。天城さん、その考え方はダメだと思うな。そこにいたのが偶然天城さんだっただけで、他の人でも結局俺は左手を怪我してたよ。そうかもしれないけど、原因が私のことは変わらないよ。ネガティブなことを考えても始まらないよ。結果は変わらないし。でも、大丈夫、大丈夫。それ、ネームってやつでしょ？名札みたいな。そうだね。もしかして、サミダレさん、漫画家志望なんじゃないの？俺は、ごまかそうかとも思ったが、どうせいつか完全にバレるだろうと思い、正直にそうだと言った。天城さんは、悲しそうな顔でごめんと、俺に頭を下げた。天城さんの目から涙がポロポロと流れている。俺は気にしなくていい、大丈夫だと言い続けた。入院して2週間ほど経った。リハビリも全力で励み、液晶タブレットに漫画を描き、毎日お見舞いに来てくれる天城さんと会話をし、という3本立てで日々は過ぎていった。だけど
左手の怪我の経過はあまり芳しくなかった。早いところ退院したいところだが、この左手じゃ仕事にも復帰できない。いくら不慮の事故とはいえ、あまりにも長く仕事に穴を開けるのは、性格上申し訳ないという気持ちが勝ってしまう。とはいえ、そうは言っても気持ちだけではどうにもならない。こんなジレンマを感じながら、俺は入院生活を送っていた。入院してから3週間ほど経ったある日、天城さんが突然、今日から私が左手をマッサージすると宣言した。どうしたの急に。実は友達に整体師がいて、この1週間ずっとマッサージの仕方を習ってたの。本当に？なんか悪いな。本当に悪いのは私なんだから、全く悪くなんかない。整体のことについては全くわからないけど、難しかったんじゃない？そんなことどうでもいいじゃない。とりあえず、私、筋はいいらしくて、その友達が言うには免許改伝だって。そりゃすごいね。だから、はい、左手出して。俺は今までマッサージなんて受けたことなどなかったが、天城さんのマッサージを受けると、左手の以前の感覚が戻っているような気持ちになった。当たり前だけど、もちろんそんなことはあるはずはない。絵を描けばまっすぐに線を引けないし、物を持つにしても握力が足りない。だけど、明らかに左手の具合は天城さんのマッサージによって回復力が加速しているように感じられた。実際、俺は退院予定日より前に退院できたのだから。天城さん、本当にマッサージの才能あるんじゃない？確かにね。でも私は小説の才能の方が今後は欲しいかな。そんな軽口を叩き合って連絡を交換し、俺たちは別れた。俺は退院して3日後に出版社の本社の仕事に復帰した。左手の障害は完全にはなくならないと宣言された。俺の漫画家になるという夢はついえてしまった。それはもう医師からそうなる可能性があると言われた時点で覚悟はしていた。漫画家になるということしか考えていなかったので、正直未だに実感が湧かない。でも、とりあえずは日々の生活を立て直さなければならない。仕事に没頭して、漫画家のことはとりあえず考えないようにしようと決心した。だけど、世界はそう思うようにはできていない。お前、かなりの間病欠した挙句に仕事が遅いって致命的じゃないか？すみません。でも、復帰の際仕事のスピードが遅くなる旨は皆さんにお知らせしました。そんなことはわかってるんだよ。でもさすがにおおよそすぎなんだよ。申し訳ございません。謝っても仕事は早く終わらないんだよ。とにかくもっと早く仕事を進めてくれ。嫌味たっぷりな表情と言葉を残して、葛城課長はどこかに歩いていった。もともと葛城課長とはそれが合わなかった。俺は別に葛城課長に思うことはなかったのだが、なぜか向こうが俺に対して異様な敵対心を抱いている。自分で言うのもなんだが、俺はかなり仕事ができた。なので、部下からの信頼も厚かったし、人望もあった。それに、超有名クリエイターとも知り合いだったり、友人だったりで、出版社としても、俺の存在はワンチャン、金稼ぎのきっかけになると思われていた。個人的なつながりが、仕事にもつながる可能性がないわけではない。だから、俺は出版社では一目置かれる存在だったわけだ。どうやら、葛城課長はそれが気に食わなかったらしく、俺への態度はいつもトゲトゲしいものだった。ただ、俺へ攻撃する材料が全くないから態度だけで済んでいたが、今や俺は手負いの身だ。何かつつくところがあれば、俺を嫌っている葛城課長が攻撃してくるのは、当然といえば当然のことだった。ある日、かなり重要な取引先の書類を作成時に俺は打ち間違いのミスをしてしまった。重要な書類だったので、何度も見返したつもりだった。
ただ、作成スピードが左手のせいで遅くなってしまい、チェックが甘くなってしまったのだ。書類もうまく作れない会社とは取引できない、と相手先が怒ってしまい、取引がご破産となってしまう。今まで仕事上でミスなどしたことなかった俺は、さすがにショックを受けた。そして、現れたのが葛城課長だ。さみだれ。さすがにこれは信じられない。ありえないよ。申し訳ございません。今回の件もまずかったけど、やはり今のお前はここのスピード感についてこれていない。それはさすがに自分でも気づいているよな。はい。少し前から考えてたんだよ。お前はここではもう無理だって。ええ。だからお前にはもうちょっとゆっくり仕事のできる場所に行ってもらう。お前もよく知ってるはずだよ。わかってるよな。葛城課長が行っている場所は絶対に重要な仕事が回ってくることのない島流しみたいなところだった。そこに飛ばされると大抵の人はあまりにやりがいがなさすぎて辞めていったと聞いている。ただただ自分から辞職願いを出させるためのある意味虚無的な仕事場だ。おそらく、葛城課長は俺をそこに飛ばそうとしている。いや、間違いなくそこに飛ばして、俺を会社から消す気だろう。さみだれ、もう荷物を持って今日は家に帰っていい。行く場所が決まったらすぐに連絡する。わかったら返事をしろ。はい。俺は、自分のデスクから自分の持ち物をカバンに詰め、気まずい部屋のドアから全員に一礼してそこを後にした。俺は会社の外へ出ると空を仰いだ。パラパラと小雨が降っている。雨は嫌いなんだよ、と誰にも聞こえないようにつぶやいた。家に帰ってすぐに葛城課長から電話があって、俺の想像していた場所に行くことになると宣言された。電話越しの声からでも、喜びが伝わってくるような嫌味な話し方だった。電話が終わると、俺はスマホを枕に投げつけ、そのまま眠りについた。翌日、お世話になった支部に自分が移動することを伝えるため挨拶回りをしていた。仲のいい人ばかりなので、なんでお前が、あそこに、とかなり同情してくれた。お前がいなくなると寂しくなるよ、という声もたくさんもらった。俺はいい働きをしていたんだな、と、それだけは実感できて嬉しかった。それと同時に、深い虚無感も襲ってくる。結局、俺も耐えられずに辞めるんだろうな、と思っていたところに、葛城課長から電話がかかってくる。今更なんだよとうんざりしながらも電話に出た。何ですか？まだ何かあるんでしょうか？さみだれ、今すぐうちに来てくれ。どういうことです？いいから早く戻ってきてくれ。明らかに老媒気味の声で焦ったようにそう言われ、俺は訳もわからず本社に戻った。俺が急いで本社に向かうと、なんと会長がそこにいた。実際に会ったのは初めてだ。会社のパンフレットとか何かで見たことしかない。俺みたいなクラスの社員が直接会える人物ではない。一体どういうことなんだ？と軽く混乱してしまった。会長の隣に天城さんが立っていたのも俺の混乱に拍車をかけた。なぜここに天城さんが？二人を見た瞬間、頭の働きが完全にシャットダウンしてしまい、時間が止まったように感じたぐらいだ。君がさみだれくんか。はい。娘がいろいろお世話になったようだね。は？あまりの意味不明な発言に、会長の前だというのに間抜けな声を出してしまった。ふふふ、何その間抜けな顔、払わせないでよ。相当間抜け面だったようで、天城さんは大爆笑している。俺はといえば、未だに会長への緊張やら、なぜ天城さんがここにいるやらで、混乱が混乱を呼んでいる。
君が娘の命を助けてくれたと聞いているよ。本当にありがとう。深々と頭を下げる会長に俺はうろたえた。顔を上げてください。何が何だか俺には本当に。サミダレさんのおかげで私の命が助かったのは事実でしょ？だから、それが会長と何の関係があるんだ？私の祖父なの。はい？あなたが勤めている会社の会長が私の祖父なの。あなたが勤めている会社の会長が私の祖父なの。という言葉が頭の中にリフレインした。何を言っているのかわかるけど、その言っている意味になかなかたどり着けない。30秒ほどフリーズした後、やっと俺は言葉を出すことができた。つまり、会長は天城さんの祖父ってこと？本当にいたずらっぽい笑みを浮かべながら、何回もそう言ってるでしょ、と天城さんは言う。ここの整理が全くできないまま、会長が畳みかけてきた。昨日、外国から帰ってきてね。娘の命の恩人に会おうとしてね。はい。そしたらもう家に帰ったって聞いてね。ええ、私はもう本社勤ではなくなるとのことで、昨日は早めに帰宅しました。実は、昨日一部始終を見てたの。どういうこと？昨日、原稿を渡そうと思って、この本社に来たのよ。え？まさか、小説デビューした会社が、サミダレさんの会社だったなんてね。俺は、病院を退院してから仕事で忙しく、天城さんとほとんど連絡する暇がなかった。とにかく仕事に復帰して、そちらを軌道に乗せなければ、と、仕事以外のことを考えることができなかったのだ。そうこうするうちに、あっという間に9ヶ月ほどの日数が経過していた。いつか必ず天城さんとはまた出会いたいと思っていたが、まさかこんな形で会うことになるとは。なんか、かっこ悪いところ見せちゃったな。何言ってんの？誰か知らないけど、すごい嫌味っぽい人が悪いんじゃないの。そういえばと思って周りを見合わすと、葛城課長が今まで見たこともないぐらい縮こまって端っこに立っていた。なんかひどい理不尽なこと言ってるなと思っておじいちゃんに告げ口しちゃった。そして一緒に私も来たってわけ。おどけたようにウィンクしてそういう天城さんは最高にチャーミングだった。葛城くん、孫娘が言っていたことは本当かな？いやー、それは君の話をいろいろな人に聞いたんだけど、なかなかの人物のようだね、君は。それはどういう意味でしょう。自分の心に聞いてみたらどうだ。いや、とりあえず、君にはサミダレ君の代わりに移動してもらう。そんな、自分の行いを反省してきたらいい。そして、葛城課長は本社から消えた。いうか、あの原稿どうなってる？ああ、あれね。あなたもどう考えてるか聞きたいと思って。確かに、あそこは物語の山場だもんな。一緒にアイデア出し合ってみるか。うん。やっぱり私たち二人で一つなんだから、一緒にやんなきゃね。俺たちは、葛城課長が飛ばされた後、急速に仲が深まり、半年付き合った後結婚した。その前から俺と優香は二人で一緒に創作活動を行うようになっていた。俺の左手は確かに自由に動かせない。だけど物語の筋はずっと考えてきた。優香と深い仲になるうちにいろいろ創作についても話をするようになり、一緒に作業を行うようにまでなったわけだ。文章を書くのは優香だ。しかも、二人でコンビ作家としてデビューする際に、会長の計らいでバックアップを受けられることになり、今、期待の新人として、文芸誌でも話題になった。そして、三作目が大ヒットとなり、結婚生活も創作活動も会長に暮らしている。漫画という夢はついえたけど、それを叶える以上に、
幸せな生活を俺は手に入れたのだ。これからまだまだ困難にぶち当たるだろうけど、優香と二人ならきっと大丈夫。俺はそう確信している。